水越地畑館は、1975年に、中華人民共和国小北省高官地区運防県、圏、水越地にて発見された地区官軍のことである。真の管理を務めていた木という人物の個人的な所有物であったもので、信頼の法律などの貴重な一時資料となっている。水越地信仰畑館、運房畑館とも呼ばれる。水越地には12基の信代の墓が見つかっており、 その中の11号墓の中に人骨と共に1150点、あまりの畜巻が埋葬されていた。畜巻の中の変年期によると、この墓の埋葬者は、旗の南軍に属する県の管理を務めていた木という人物で、紀元前262年に生まれた。紀元前217年に年表が途切れるので、この年に死去したと見られている。 これの研究に当たったのが、水ン神母区管整理小祖と名付けられたプロジェクトチームであり、これによって内容が十種に分類整理された。これらの地区管は、木が生前に実際に手元に置いて、日常の業務をこなすにあたって使われていたと考えられ、死後に家族たちがそれらを副葬品として埋めたと考えられる。真実に関する文章は、木が 条文のよく使う部分を抜粋したものと考えられており、真実べてを語ったものではない。法律等文、風信式の二つは、理念的な法律の条文ではなく、当時の実際の社会的状況をうかがい知ることができる、極めて貴重な資料となっている。ありがとうございます。